あ、奥広がった。ここまで、ここまでだ。オッケー、ストップ、ストップ。そしたら次2人目、最初にスタートして投げるやつで、2人目のやつは今まではこういうふうにやってたけど、これを足でやろう。で、他のやつも足で3人目のやつ。これはしっかり強かったりしないとバラバラになってる。ゆっくり構わない、勝負必要ないから、ゆっくりリラックスに流れてきたら投げて、そしたらリードやって違う方に投げ込む。投げる方も考えちゃうじゃないですか。投げる方もね、投げる方も。投げる方も。これ3人もらうやつの考えで俺に来るのかなって。遅い。遅い遅い。片手で投げていいボール投げれるか。たまたま相手が分かんなかったら、キャッチしづらい。ということは、やっぱり出す前に、自分が外回り、不動力で、外回りにしっかりとこうやってるんですけど、ここでも伝わってないから、お前たちがいいのを伝えて、パスを出しても、相手が伝わりつけない。相手も自分が来ると思ってないから、パスが取れない。ない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 、テント飛びよ。
Yeah.
Oh,